50何パー上昇していたチェーンリンク、リンクへ注目してみると、やはりここら辺はあれでしょうね。コインベースプロとかそこら辺上昇してたところがでかいんでしょうね、多分。ネタ的にはそれじゃないかなと思うんですけど。はい、2019年6月29日。本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円と、まあ触れなくてはいけないチェーンリンクの相場考察をします。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日と若干下がったぐらいのアメリカドル換算の328ビリオンなんですけど、さすがにあれか 10% ぐらいの前日下げ幅があって翌日だから、多少慣れてもあれですね、グリーンが目指す通りに若干は戻したというか耐えたというとこですかね。リンクだけが恐ろしい 50% 以上の数字を叩き出しそうんですけど、まあここは最後に触れていくというところで、それで日本円換算の時価総額いくと、こちらもそこまでの前日の大差がない、35兆5033億と、あれだけ前日とかで 10% ぐらい売られてったのにはそこまでですね、やっぱ動かんだな。ゲージがある程度入ってきたとこですね。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足はほんとここだけ見れば順調ですわね。 120MA、20MA 角度変わらず伸ばしとって、ロウソクも買い離れて高値も更新しつつで、マイナスの週がほんと少ないとおりに順調ですわね。何べんもその言葉を言いたくなぐらいのチャートということで、この足見るだけで本当に相場環境には全く影響ありませんと。冷やしていくと、こちらも別にあれですよね。120MA 角度変わらず、20MA だって角度変わらず、ただロウソクの乖離が縮まったというだけで、それにしてもまだロウソクが 20MA にタッチしとるわけじゃないし、やっぱりまだまだあれですよね。決済を完了していくような状況じゃないですよね。ロウソクが 20MA に触っていないので。4時間行くと、この足だけごちゃごちゃしとるってことですね。冷やし換算の 120MA は変わらない一方、20MA がやや上向きも、一時期はあれか、114万とかそれぐらいが見えて、逆に軽く 20MA 抜いたところが130ぐらい ?132、3 ですか。そこら辺まで見えて、そのあたりをうろうろしとって、さすがにないですね。上がってくると、それだけ価格の幅も広がりますわね。レンジと言えるようなちょっと数字ではないですけど、チャート的にはレンジですわね。20MA を抜けそうで、また叩かれた現状というところで。ただやはり上の足がまだまだ上向いとるんで、ここら辺は全く問題なく、ロング目線で見ていますということで。はい、次は、イーサ。週足25名、7MA は変わりなく順調で、高値も更新しつつで、めちゃくちゃな急激な角度じゃないけど、順調とは順調ですよね。25MA の角度が強いてはもっと欲しいというところで。冷やしていくと、25MA は緩やかに上向きも、7MA が右下向いてるとこですか。ただ、ロウソクの高値に関しては 7MA 触れそうなところでどうでしょう。ここら辺で耐えていくのか、25MA 下抜けまで行くのか、未来のことは分かるにしても、とりあえず、週足がまだまだ上向いとんで、ガンガンあれですよね。強気のロング目線ですよね。4時間行くと、ここら辺があれですね、ごちゃごちゃしだしたところですね。25MA が水平に近くて、7MA も水平気味も、現在に関してはロウソクが 7MA 下抜いて、99MA との乖離詰まってきましたところで、昨日のマイナスをなんとか戻しつつあるところを叩かれた現在ってことですね。ただ時価総額的にそこまでガッツンと下げられてるわけじゃないか、あんまり気にせんでもいいんじゃないかなって、ネタで何下がってたか全くわからんですけど。はい、ということで次はリップル。週足 25MA、7MA 特に角度変わらない。ロウソクからですね、ちょうど 7MA の真ん中ぐらいにて、どっち行くのか下げていくのか上げていくのか曖昧な位置に行きましたわね。角度がついてないとこもあって、 25MA のなかなかあれだな、綺麗には上げていかん現状ですね。冷やしていくと 25MA 水平気味、 7MA 右下向いて、ただ現在としてはなんとかあれですか、高値が 25MA に触っとるぐらいですか。戻せそうでまだまだ微妙に戻せてないというところで、4時間行くと、こちらはまだまだですね、25MA、右下角度変わらず、7MA がなんとか水平気味になるも、現在時間でまた下抜きましたというところで、耐えて、昨日の下げを戻しそうになるも、叩かれたという現状ですね、現在時間に関しては。こんなことしながら 25MA と帰り詰まってくると、またカーンってくると思ったんですけどね。理由はやっぱり、週足の 25MA とか、まだまだ角度緩まってないというところで。はい、次は、キャッシュ ABC。週足 25MA、7MA、そこまで角度変わ変わらない、もうロウソクが少しあれですね、 7MA を4分の1ぐらい下抜きかけたとこっすか。さすがにあれですよね、昨日の10何パーの下げで全体的にあれでしょうね、どうしても変わり詰まってくるとこあるで、そこら辺は致し方ないというところで、冷やしていくと、ここは非常に曖昧ですね。 25MA ほぼ直線で、 7MA が右下向くも、ロウソクは 25MA の直線上にいて、どっちつかずになってきたとこですね、冷やしぐらいでは。4時間行くと、こちらの足の目線ではまだまだというのが、 25MA 下向いて
7MA も復活仕掛けるも現在時間では叩かれて、これ全体的に上位一緒ですね。昨日の下げをなんとか払拭しきれるかって、 7MA4 時間足レベルで戻しかけるも現在時間で叩かれとるところですね。まあここに関してもまだまだ長期足が上向いとるんで、ガンガンロング目線ですよというところで、はい、次はライトコイン。週足25名 7MA 角度変わらず順調。ただ、ロウソク的にはようやくあれですね、マイナス形状を週足レベルでしそうかどうかということで、これで2ヶ月ぶりぐらい約、仮に形状したとしたら、上げすぎた分が気持ち悪いからでしょうね。やっと 7MA をほんと触りかけたところで、冷やしいくと、こちらではもうあれか、こけかけとんだ。7MA 右下向いて、25MA はやや上向きも、ロウソクはもう 25MA 下抜いていますと。上げすぎ感があるであれでしょうね。ここら辺で多少は下がってかんと、相場的にやっぱ気持ち悪いですよね。いくら自分がポジション取って持っとったりしても、こんだけあれですよね。バイナンスとかでも。下げていくのもなんかおかしいけど、こんだけ上げすぎるのもあれですよね。でも気持ち悪さがほんと優先するというところで。4時間行くと、ここは相変わらずどこもこけとるんだ。25MA 右下向いて、7MA が水平気味になるも、現在は叩かれてロウソク下にいますと。やはりあれですね。昨日の下げを戻しかけたと見せかけるや、また叩かれたとこですね。前日換算的には若干プラスになっとるから耐えとるとは見えるけど、まだまだあれですね、4時間足目線では戻してないというところで、はい、次はイオス。週足25目、 7目、角度変わらないもん。ロウソクはどうでしょう。これ4分の3ぐらい 7目 下抜きかけて、ただこれでも前日比換算で 4% ぐらいプラスというのは、下げた分をなんとか少し戻してきたとこですね。ただまだまだ相場環境を変えるほどの動きはしていませんということで、冷やしていくとここがちょっと辛いとこですか。 7MA 右下向いて、 25MA も緩やかに右下、さらにロウソクは 25MA 下抜いてるだけでなくて、 99MA との乖離も近づいて、昨日の下げが出かかった分あれですか、戻しとるんで 4% ぐらい上昇したっていう解釈なんですね。で4時間いくと、ここはもうどの足もあれですね、壊滅的ですね。 25MA 右下向いて、7MA がようやく水平上向きに近づいてきたと思うんですか。他のトークンよりは4時間足レベルで要素戻しとるんだ。だから 4% ぐらい上昇しとるんだ。一応は現在時間叩かれながらも 7MA の少し上にロウソクいるんで、そこら辺の戻し幅がでかいとこですね。確かにあれだな、移動平均線とロウソク見てもあれですもんね。 7MA の少しでも上におるというとか、他のトークンと違うよなというところで、はい、次はバイナンス。週足25目、 7MA 角度変わらず順調。ただロウソク的にマイナス形状しそうな週かどうかだけですわね。まあここのライトコイン同様、ほんと上げすぎて気持ち悪いんで、ちょっとぐらい下げてもいいですよね。まあ上がっていくときは本当にあれですよね、売るときを考えるタイミングなんで。冷やしていくと、25MA やや上向きも、 7MA が右下向いて、現在は 25MA の直線上にロウソクがいますと。そうだな、こんだけ上げとるもんね、やっぱあれですよね、冷やしレベルでも綺麗に下げてかんすよね。またここら辺で売っちゃっていく可能性も高いし、特にここは開発関連の情報がガン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 出てくるんで、プラスニュースばっかりであれですよね、買い材料しかないですもんね。4時間行くと、バイナンスでもやっぱあれか、4時間足ではこけとるんだ。25名右下向いて、 7MA が耐えかけるも再びあれか、売りを食らって、現在では 99MA も下抜いて、 7MA の下にロウソクいますと。これぐらいでも下げんざれでしょうね。バイナンスに関しては買っていくのがないでしょうね。むしろほんとここで 25MA 上抜くタイミングを待つっていうところですよね。相変わらずでもほんとハックされて、これだけトークン価値が上がっていくのは恐ろしいわなというところで、はい、次はビットコイン SV。 週足 30MA、 7MA 角度変われないも、ロウソクがマイナスをなんとか計上しそうですか。なんとかっていうのは、これだけ90何番とか上げとるから、もうあれですわね、1回ぐらいちょっと落ち着いてもいい頃ですわね。ただまだ安値の乖離はあるんで、どうでしょう、相場環境を変えるほどじゃなくて、 7MA に触りかけるのがいつ頃ですかね。逆に乖離が開くっていう可能性もありますけど、冷やしいくと、ここでは少しあれか、こけかけとるんだ。 7MA 右下向いて、 30MA 水平で、ロウソクが 30MA 軽く触りかけとるとこですね。4時間いくと、ここは逆にあれか、復活仕掛けて叩かれとるんだ。 30MA 右下向いて、 7MA が上向くも、現在時間付近で叩かれて、 7MA の下に現在はロウソク下にいますと。全体的にやっぱあれですね、昨日のマイナスを払拭しそうに見せかけて叩かれとるっていう現在なんですね。はい、じゃあ次はテザー。相変わらずステーブルコインなんで、どうのこうの言えることはなく、強いて乖離が離れとるっていうのは、本日の朝11時5分、それから昨日の夜9時10分、これぐらいですね。ただこれでも本当誤差の範囲で、ニュース的なところ言えば、ステーブルコインがあれですよね、世界的に銀行関連なんかが開発しとるのもあって、どんどんこれは増えてくるでしょうね。とりあえずはブロックチェーンプラットフォームとして開発してって、その基軸通貨に
なんかのペックしたステーブルコインというのを利用していくでしょうね。バイナンスなんてビットコインをペックしていくぐらいだから、やっぱそういうあれでしょうね。消費者とか顧客に関しては金融商品としてのロボアドバイザー的な安定した変動相場性に影響されにくい低金利なんてとか求めていくんでしょうね。仮想通貨みたいな何十パーとか動くって多分求めてないでしょうね。FX とかの金融商品としてギャンブルするっていうのは別として、にしてもテザーは悪いだな、なんか強くなってきたな本当に。こういう精神はなんかもう払拭して逆に見習っていかなあかんというところで、はい。と次は体の週足25目7目特に角度変わらないもん。ロウソクが7目の真ん中ぐらいですか、上行くのか下行くのかどっちつかずのところで、その通りにやっぱあれですよね、 25MA も角度がついてこずに、なかなかあれですね、高値更新していかんことにはここの角度がついてこんわなというところで、冷やしていくと 25MA 水平 7MA 右下向いて、現在ではロウソクが 25MA の下にいますと。カルダノの割か冷やし類でも危ないんだ。他のトークンは戻しとる中、カルダノに関しては前日換算で 1% 強ほど下げて戻しきれてないっていうところなんでしょうね、想像の範囲では。お、詳細を4時間で確認しに行くと、もう完全あれですね、ここは思いっきりやられてますもんね。 25MA 右下だけでなんか99MA 思いっきり下抜いて、さらに現在時間では 7MA も下抜いて戻しきれてないですね本当に。 7MA レベルで復活仕掛けるもやっぱ他のトークンと一緒のような時間帯で売られてというところで類似してますね。多少の立ち位置の違いっていうのはあれでも、前日のマイナスを払拭してしきれてないっていう時価総額上位トークンの傾向ですよねと本日は。はい。とそれで次はドレーン。一応は昨日の同時刻から今週のマーケット終了まで眺めていくと、短期を下抜いたところのロウソクが 107.6 銭ぐらいをお昼頃昨日ですね推移しながら動いて、で夕方ロンドン入るぐらいですか、ここで値段的には変わらんも短期とロウソクが接触しかかるんだ。それで上抜いてニューヨークを入る前入ったぐらいです。ここら辺で短期中期上抜いて、それで夜中ニューヨーク推移しつつ3時とかですか、ここら辺で1回短期下抜けぐらい前に叩かれるんだ。ただ角度は変えることなくそのまま朝方まで推移して、短期の角度右上向いて中期の角度もやや上向きかけた 107.8 銭ぐらい、ここら辺で今週のマーケット終了しましたと。じゃ感は戻してきたところです。角度がさすがにないですもんね。中期もピクリとでも上向いていったところで、冷やしいくとこちらの中期は全く相場環境を変えるような動きはしないも、短期をなんとかロウソクが抜いたぐらいですか。ただ角度を急激に変えるわけじゃなくて、とりあえず触ったというところですね。週足いくとこちらはまだまだで、短期中期角度変わらず、ロウソクの帰りだったり離れたままで、なかなかあれですね、一気の相場環境を変えることではないという。ただやっぱこれあれだな、過去の事例があるんで、まあこういう悠長なことはあんま言わんようにします。一気にカツン来る可能性はあるんで、そこだけはあれですよね、注意してドル円に関しては仮想通貨以上に伺っていないといけないというところで、はい。とそれで最後はもう現在時間で40何%、先ほどで50何%上昇していたチェーンリンク、リンクへ注目してみると、やはりここら辺はあれでしょうね、コインベースプロとかそこら辺上昇してたところがでかいんでしょうね、多分ネタ的にはそれじゃないかなと思うんですけど、一気にこんだけ上がってたということで、週足レベルでもこう完全あれですわね。25MA は出てないけど、7MA これだけ角度つけて帰り離れとるんだから、もうあれでしょうね。ロング目線は間違いないでしょうね。冷やしいくと、ほんとその通りで 25MA、7MA 角度ついて、ロウソクも帰り離れて、特に昨日だけでなく本日も高値更新して、でかいですね、これは。99MA も緩やかに角度ついてきとるし、コインベースプロじゃないんかなと思うんですかね、ネタ的には。これで時価総額も、17位と一気に来まして、4時間行くとこちらもそうですね、角度がかなり顕著で、夜中の1時から特にあれですね、12時間上げまくって高値更新したのが朝方9時ですか。でその後は一応下げるもまだまだ 7MA の帰りも離れて角度はついてるし、 25MA も角度ついてきて、こういうわけのわからん上げ方するトークが出てくると本当に仮想通貨上昇モードに入ったところですね。だんだんこれからカカオやフェイスブック含めたところのブロックチェーンプラットフォームのトークンなんていうのをリリースしてくるのを計画はあって、どんどんここら辺の時価総額上位は多分上乗りしていくでしょうね。こういう取引所とか独自開発プラットフォームとか絡めたところの複合的トークンっていうのが増えていくでしょうね。そこら辺にステーブルコインなんかも絡めて、要は開発プラットフォームの集合団体で Facebook はカカオを代表しますけど、 IBM なんかも来てもいいですよね、十分。バイナンスだってそういう取引所絡めた複
合体って複合体でステーブルコインの計画だってあるんだし、単独じゃなかなか逆に生き残れんっていうことになってきたでしょうね。全体的な相場で言えば時価総額がアメリカドル換算で若干下げて、その通りで前日のマイナスを払拭しかかるも現在時間では叩かれとるというところ、ただ週足レベルがまだまだ相場環境を変えることじゃないんで、これは戻してくる可能性が高いでしょうね。とりあえず週足25、30、20、そのあたりの移動平均線を触っていく、下抜きかけるまでは、まあもうロング目線ですよね、強気のガンガンで。多分そのままもうちょい推移していくと、乖離が離れて、そういう言葉が出んくなってくるような状況が瞬間的に現れるんじゃないかなと想像していますけど。はい、ということでそんな感じで、以上2019年6月29日仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円にリンクの相場考察でした。そんな感じでおりー、リンクおそろけーな。